シラザード先輩、災難でしたね。何の確証もないまま遊撃士を投獄するなんて。あのヒゲ将軍さんも一体何を考えているのかしら。まあちょっと間が悪いってこともあったんだけどね。それより私たちのことを市長さんに知らせてくれたのって。あ、はい、私です。ちょうど任務であの村に居合わせてましたから。お手数かけちゃって悪いわね。気にしないでくださいよ。ところで話は変わりますが、こちらの新人君たちはカシウスさんのお子さんだって聞いたんですけど。あ、はい、私はエステル・ブライト。僕はヨシュアです。実子ではなく養子ですけど。へえ、なるほど。君たちがね、子供だからってすごい遊撃士になれるとは思ってないけど、こうして君たちに実際に会ってみるとつい楽しみに思えちゃうな。この人もやっぱり父さんのことを知ってるのね。うん、そうみたいだね。カシウスさんの子供だからこうして。おお、シェラザ、びっくりしたぞ。遊撃士が調査中軍に身柄を拘束されるなど前代未聞の話じゃ。モルガン将軍もやってくれおれば。申し訳ないわね、すっかり心配かけちゃって。いやいや、とにかく無事に戻ってきて何よりじゃ。本部を通じて王都に抗議しようかと思案しておったところじゃ。そうこうしておる間にメイベル市長が動いてくれてな。そんなに大変なことだったんだ。そりゃあね、特にリベール王国は遊撃士に捜査権を認めているんだもの。将軍の行動は王国が決めたことと矛盾していることになるわね。うん、今回は結果として丸く収まったのじゃからよしとするがの。
私の友人にミラノという名前の女性がいるのですが、彼女のお父様も飛行船に乗っていたのです。他にも家族が戻らず心配をしている人たちがたくさんいることでしょう。今回の強盗と空賊団は同一人物である可能性が高いのです。調査で彼らのことが何か一つでも分かればいいのですが。
Thank you.